ホルモン TV。 はいどうもホルモンです。今回は僕の友達であり僕のリスペクトする相手のノブに出演してもらってるんですけど、まあもうみんなね、僕よりもはるかに知名度あるんでみんな知ってると思うんですけど、モデルで世界一撮ってるんですよ実は、ね、実はもうみんな知ってると思うけど、いつもは友達のノブとして接してるけど、今日はこの動画でモデル世界一のノブとしてちょっと聞いていきたいなと思ってます。わかりました。はい、まあ簡単に5つぐらいちょっと考えてきたんですけど、はい、早速いっちゃっていいですか？全然いいですよLG ないんで。あざっす。じゃあまず1個目、はい、身長体重性癖お願いします。あ、なるほどね、はい、身長は正確に言うと 179.7 なんですよ。180ないんですけど180で歌ってますなるほど。その方がコンポジとかでも、大体コンポジっていうモデルで提出する書類があるんですけど、大体みんななんかね、プロフィール写真みたいですね。で身長体重バスト足の大きさとか書くんですよ。それは言ったらみんな持ってる183とか23センチは絶対身長持ってる。そんなにバレへん？バレへん。今の靴とか優秀なんで。ただオーディションが裸足とかやったらバレる。ああそっか、あるね。漏れへんもんな。パリコレのオーディションとかの時は裸足とかね、もう詐欺れへんように靴下も脱いで全部裸足みたいな。でも服も短パンじゃなくてもうピチピチの黒のスキニーに上はタンクトップとか指定されてる。もうラインが見えるやつ。もう全部ラインが見えるやつ。で体重が今 58.5 ぐらいかな。めちゃめちゃ痩せ型やもんな、その身長で考えたら、ね、1日1食やね。足りる？ 3 食は食べ過ぎやでみんな。そんなエネルギーいらんからそうなん。1日1食でもう食べへんかったら水と錠剤だけで過ごしてる。何食べてんのその1食は？逆に好きなもの食べる。ラーメンでもいいし焼肉でもいいし。あ、そこはカロリーとか気にせえへん。気にせえへん。だからそこでストレス溜めるとかじゃないんで、とりあえず1日1食やったら多分とっても 2000キロカロリーとか3000はいかへんけど、1日の消費量って大体3000超えるから、うん、簡単な話太ってる人って、うん、取るカロリーの方が少なかったら消費するカロリー多かったら痩せるから絶対。あーそっか、物理的に。もう物理的にだから1日1食に変えて夜飯だけにしとったら全然持つ。でお腹空いたら水飲む。モデルのストイックさやね。いやまあでも普通に美容にもいいし体型維持にもいいし、まあ水を飲めばむくみもなくなるし肌のトーンも上がるからめっちゃいいよ。肌も綺麗だし、めちゃくちゃいい本当に。まあめっちゃ綺麗やもんな肌。どう顔に使ってんねん金を。俺もそうなれるように頑張るわ。で性癖は最近はちょっと寝取られの方で女の子とまあ大体エッチするんですけど、まあねその時に女の子と大体って女の子以外とすることある？俺男と大体こともあるから。マジで？あるある。20歳の時。そっち聞きたい。ああなるほどな。20歳の時に俺神戸暮らしてて、ラルスっていうクラブがあんねんか。もう今ないねん。ラルスっていうクラブがあって、俺そこで女の子可愛い子おって、見た目女の子でおっぱいもあんねん。可愛いなをナンパしてホテル連れて帰ってんか、ズボンをさチンチンする。そうマジで。あ、俺これ人生の経験かなと思ってそのままフェラしておしいって言ってた。マジでさすがやったんや。さすがやった。どうなん？ああなんか病気には気をつけなあかんから絶対コンドームつけた方がいいよって言われた。そのアナルはやっぱり雑菌がいっぱいあるから絶対コンドームつけた方がいいっていうそういう注意点を教えてもらった。ただフェラはめちゃくちゃうまかった。相手の俺がするときは分からへんやっぱり。でもな男やから多分大体ここが気持ちいいやろなと思うけど、やっぱ向こうもそれはやっぱ元男やんか、やっぱ分かるからめっちゃフェラうまかったなと思って覚えてる。すっごい入れてる時の何感覚。ああやっぱね体的には男ねんけど骨的には、でもやっぱりちょっと女の子らしく寄せようと思って多分女性ホルモン売ってると思うね。ああちょっとムチッと。そうムチッとしてるから普通に気持ちよかったっすよ全然。そうなんや。普通にいった。マジか。頭の中で変なこと想像することもなく。あ全然全然もう普通に女の子に見える。チンチンさえ見えんかったバックでだからさ。バックですげえおもろ。めっちゃ脱線したけど、まあ最近の性癖は寝取られで、女の子やってる時に元彼の写真出して元彼の写真置いて「こいつどんなエッチしたん？」とか「どんなチンチン大きかったん？」とかそういうのめっちゃ聞きながら嫉妬が興奮にちょっと変わったりするから、それで寝取られしてる。なるほどね。はい、なかなか癖強いこれ多分何週間回った人絶対寝取られ行くからみんな。なるほどね。絶対行く。わかりました。ありがとうございます。じゃあモデルに戻るけど、モデルを目指そうと思ったきっかけ。もともと僕バンドマンやねん。でバンドで有名になってやんか、多分みんな知ってると思うけどノーベルブライトってわかる？あ俺めっちゃ好き。ノーベルブライトさんって姫路やね。で俺ら姫路やねん。姫路で超姫路っていうフェスがあんねんけど、そこのメインステージをかけるオーディションがあって50組ぐらい集まってんか。その時に僕らのバンドが全部もう1位取ってんで、俺らが先にツイッターでバズってんねん。ノーベルブライトよりも先に、ノーベルブライト先に俺らが売れて、でそれで有名になった時に神戸のアパレルブランドのライドミーってところがあんねんけど、そこノックアウトモンキーの直道さんがやってるところなんやけど、ちょっとノブモデルしてほしいってなって、あ、いいっすよってやった時のその画像がネットに出て、モデル事務所から引っ張られてバンドやめてモデルになってる。やば、すげえストーリーや。でそれで、まあ、モデルっていうか、まあ、俺はもうステージに出るのが好きやってん、バンドもそうやけど、でモデルのファッションショー初めて歩いたのが俺ゼップナンバーやってんけど、なんかやっぱ4000人が俺を見てるわけやんか。あ、俺の死ぬとこここやなと思って、そっからもうステージ立つのがすごい楽しくなって、28歳で仕事全部やめて大阪で行ってモデルで生きるって言って。覚悟決めたんや。じゃあその時に。そうやね、覚悟決めたっす、ほんまに。友達、上司、部下、親とか全部切った。親まで切れるってなかなか覚悟いるやんな。無理やで。だってもうでもほんまにもう、でも親は反対しかせえへんかったから、もうそれはもう自分のやりたいことやらなあかんと思って、もう俺はもう全部踏ん切りついた。すごいわ。なかなか多分真似できひんもんね。まあみんな怖いと思うで。しかも勤めとったんが俺川崎重工やから大企業やん。10年過ごしてたし、10年プレイヤーがいきなり辞めるって、俺モデルするかってパッて辞めるって言ったら、モデルで跳ねるかどうかも分からへんのにさ。分からへんけどすごいよな。いや逆にな、跳ねると思った。あ、逆にめっちゃ反対されるやん。ああ、そっか。そんだけやる人がおらへんから俺はいけるわと思った。俺その思考が若い時からあるっていうのがすごい。大変でしたわ、ほんまに。大変でしたわ。なるほど、ありがとうございます。じゃあ次が、モデルを目指すにあたって気をつけてることみたいな。ああ、でも間違いなく体型やろね。まあもちろんその体型維持のためにやっぱ先の1日1食とか、お酒とかは飲むけど、ほんまに飲んだ以上に水は飲む。ああ、もう流すんや。そうそう、もうほんまにもう、でもお酒飲む仕事ももうバーしてたから申し訳ないけど、でもやっぱお酒は飲む場もあるし、俺らもの時はやっぱもうそれ以上に水を飲む。でもモデルって言ってもこれ僕思うんですけど、めっちゃ大きいんですよ。大きい。なんかね、ポートレートモデル、雑誌のモデル、ホームページのモデル、いろんなモデルさんがあって、俺らはランウェイモデルやね。ファッションショーを歩くランウェイモデル、それがモデルの中の最高峰って言われるんだけど、パリコレとかの。俺それ以外はモデルとはあんまり思わへん。なるほどね。身長低くてもポートレートとか広告とかできるやん。でも僕らってもまずそもそも身長がいるわけやん。まあもう必要不可欠やもんな。でまあ規定ラインがあって、そこから歩き方がうまい下手で選ばれて、次にブランドさんの服の見せ方がうまい下手で選ばれるねん。だから僕らってファッションショー行った時に当日まで衣装知らへんねん。あ、そうなんで、俺体細いし、俺ハイヒールも履いて歩けるから、当日行ったら女の人の服もあんねやんか。時に着れませんでしたってなったら帰ってくださいで俺やねん、俺ら。マジでってなったらやっぱずっと体型維持はしとかなあかんし。厳しい。でもそういう世界やから、その30歳超えてもずっとランウェイモデルで雇われてるって、やっぱ服の見せる力とか別のこともいろいろあると思うし。ハイヒール履いてモデルしたりすんの？するよ。ハイヒールあるよ俺んち。マジで？ある。やっぱレッスンでもハイヒール履くし俺。あとやっぱモデルの先生もしてるから、女の子の方が絶対多いね、モデルさんって。でやっぱウォーキングレッスンとかって男の子の需要よりも女の子の方が多いんだけど、やっぱ歩き方が違うわけよ。でも俺がヒールで歩けてへんのに女の子教えるのは難しいから、俺も歩けなあかんなと思って練習しだして。それでやっぱヒールで歩けるようになったら女の子のやつもレッスンもできるから。なるほどね。収入聞いていいの？とかっていろいろ重なったら月うわコンスタントにはな。後半へ続く。